皆さんこんばんは。おいしい競馬、今週もよろしくお願いいたします。千葉さんも今日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。今回は日曜日に行われます G3 の七夕賞です。七夕賞いいですね。はい、ね、綺麗ですね、レスメがね。はい、はい、で一緒に予想するのは私の師匠でありますインスタントジョンソンのジャイさんです。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。これならもう板付きでよくない？確かに、ね、師匠だから、まあ、ちょっとまあそう思わないでもないですけど、はい、もうこの番組の準レギュラーといっても過言ではないほど来ていただいています、はい、インスタントジョンソンのジャイさんですが、はいはい、数々の万馬券を的中させてきました、はい、芸能界トップクラスの競馬好きでありまして、うん、競馬の師匠で、まあ、私のことをねかなり厳しく叱ってくださる大先輩でございます。そうですね、僕は甘いですからね。はい、はい、いつもね、こうね、千葉さんは私のことをこう、ね、適当に泳がせてくるんですけれども、なるほどね、ジャイさんが来ると、ちょっとこう、うん、気が引き締まります。あ、それはいいじゃないですか。はい、はいはい、頑張ります。はい、お願いします。ジャイさん、どうですか？最近競馬の楽しみ方、変化はありますか？楽しみ方、なんか、ちょっと今まで個人的な馬券の楽しみ方だったんですけど、うん、なんか視野が広くなった気がします。いろんなものを見て、もう競馬界全体を今、はい、今、はい、まさに競馬界全体を俯瞰しておられるという、身を挺してね、はい、ほんまそうですね、本当にありがたいことですけれどもね、はい、ということで今回はですね、うん、千葉さんとジャイさんと一緒に七夕賞についてお伝えしていきたいと思います。はい、七夕賞ですね。はい、七夕賞なのに7月10日、うん、これ過ぎちゃってていいんですか？まあ、手が、まあ、もし織姫は会えるかどうかは決まっちゃってるわけですね。いやいや、まあまあまあそうなんですけど、まあまあ基本的にはね、7月の、1週目か2週目かの週末に、うん、福島でやるっていうのが決まってるんでね、どうしても毎年日曜日が7月7日なわけじゃないですから、うん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 、ずれることはまあまあまああるというか、普通はずれてますね。そうだよね、普通ずれてます。その七夕賞は一言で言うとどんなんですか？まあ、一言で言うと荒れる重賞でいいんじゃないですか。荒れるよく荒れる重賞だと思いますね。まあ、なんかこまごま言うとね、そのなんかサマー2000シリーズであるとか、そのいろいろあるんですけど、福島のまあ名物重賞の一つであるとか。サマー2000シリーズって何ですか？まあ、それね、もう説明すると長くなるんですけど、夏場に2000メートルという距離が得意な馬が、そのたくさんレース走ってくれるように各地の2000メートル重賞をこうまあサーキットして、一番得点稼いだ、一番着順が良かってポイントが高い馬に賞金を渡しましょうみたいな、そういうシリーズがあるんですよね。サマー2000シリーズとか、サマースプリントシリーズとか、サマーマイルシリーズとか、おのおのシリーズがあるんですけども、やっぱりこうね、七夕賞っていうのもあるから、この七夕賞に向けて、うん、競馬に参加される方々は、うん、七夕のお願いを七夕賞で勝てますようにって言って。ああ、そう、なんかまあなんとなく競馬場にも笹置いたりしてないんですかね、今どうなんですかね。ああ、どうなんですか ね、ちょっとね、コロナの後どうなってるか分かりませんけれども、やっぱ勝てますようになんですかね。今年のお願いは勝てませんですか？いや、あのね、あ、お願いはもうあれですよ、勝てますようにじゃなくて、まあ、当てるんで高め入りますようにっていう感じですよね。配当が、そう だいたい、まあ、馬券ってこう複数買うわけじゃないですか、うん、20点とか30点とか少なくとも買うわけですよね。で、一番高いとこ来いっていう。なるほど、ね、ジェイさんは何ですか、今年のお願いは。税制が変わります、うん、まあ、結果的にお二人とも勝てますようにまあまあそうですかね、まあ、そうですかね。私も実は勝てますようになんです。お、勝てますように、はい、何に勝つんですか？バラバラ大選挙で、はいはいはい、他番組に新日チャンピオン勝てますように。新日チャンピオン勝てますように。全然競馬関係ないんですけど、ね、あ、いや、はい、ご自分の番組ですからね。ただ、まあ、7月頭までね、3週間ぐらいもう本当死に物狂いで選挙活動頑張りました、うん、選挙活動頑張ってました、はいはい、なんで、東スポさんに大きく乗ってて、ね、G1 の予想させていただいて、はいはい、それは、まあ、プロレスの方なんですけどね、はい、なんで、まあ、結果はもうね、
まあ、あの選挙活動し終わっちゃったので投票も終わってるんですよ、うん、であとは7月末に結果発表があるので、うんまあ、そこでちゃんと優勝してますようにっていうお願いを込めて日々事前活動を、私事前活動家なんで、あ、なんか困ったことあります、あ、事前活動ね、はいはいはい、困ったことはいやいやありますけど割とどうにもできないですね、重いですね、割とどうにもできない、ちょっと重いと思います、応援はじゃあさせていただきます、あ、ありがとうございます、はいということで、皆さんの、ね、七夕 の、 あのお願い事何だったのかなっていうのを考えてたんですけれども、ジャイさん自身は七夕賞ってどんなところに注目されます？そうですね、やっぱ、まあ、ハンデ戦で、まあ、メンバー的に見ても、まあ、いかにも荒れそうなメンバーなんで、まあ、硬かったらしょうがないけど積極的に穴狙っていきたいなと思います、はい、さすがジャイさん方式ですよね、そこがね、うん、ということで、あの枠順が決まりました、こちらでございます、はいはいはい、早速あの注目馬と予想を発表していきたいんですけど、まずジャイさん注目馬はどうなりますか？そうですね、僕はちょっとシークレットランが面白いかなと思っていて、それはどうしてですか？まあ距離短縮なんですけれど、まあ、メンバー的にもなんかそこまで抜けた存在もいないし、うん、割と人気馬も不安材料あるんで、その中でまあこの馬はまあアンティシペイトそこそこ人気になると思いますけど、この馬にも勝ってますし、あの距離、まあ、短縮になるんですけども 2000m 前後だったら力発揮してくれるんじゃないかなと、で、まあ、内枠 1番という枠が、はい、あのいい風に出れば面白いというになるかなと思います、うん、やっぱ内枠有利、内枠有利ですね、そのただ、まあ、ローカルの2000の重賞って全体的な傾向として例えば七夕賞とか来週の函館的には内枠有利なんですけど、あの、まあ、その日ずっとレース見てるともう急に外ばっかり来る時もある、はい、ことがあって、うん、特にあのローカルの小回り2000の重賞はあの近くの枠がよく来るんですよね、結局そんなに力差もなくて一緒に頑張るみたいな、そう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 、うん、その馬場傾向によってあの内が有利だったり、まあ、外が有利だったりするっていうのはあるんですけど、まあ、基本的に、選手の馬場含めて見ても、まあ、はっきり内有利ですね、でも七夕賞は割と真ん中ぐらいの、ね、真ん中ぐらい来ますけどね、先週はでも本当内しか来なかったですね、福島ね、2人とも傾向がしっかり理解されているということを感じましたよ、今。そうですね、ちゃんとレース見てますからね、言ってもね、はい、結果も見てますしね、どの目線かというと、もう本当に素人みたいな、このおっさんらちゃんと見てんねやぐらいにね、すごいなって思って、はい、うん、ね、前走がどうのこうのとか分かんないので、私はシークレットランがじゃあやっぱり気になる存在とか、まあ今現時点でですけどね、まあ天気も休養が長かったんですか？はい、前回8月7日ですもんね、はい、そうですね、1年ぐらい、まあ、1年ぶりですね、そうなんですよ、まあそこら辺がどうかっていう感じなんです、うん、まあちょっと仕上がりも5つっていう感じになるんですけど、まあ人気はなさそうなので、確かに、はい、さあでは我々の解明を発表していきたいと思います、まずは師匠からお願いします、あ、はい、まあとりあえずですけどね、まあ変えるかもしれないですけど、うん、面白いのが1番、あとは9番の、はい、湘南バルディですね、ですね、はい、固定、それを固定で、3着を流すってことですか？いや、まあ、ね、マルチなんで、うん、まあ、とりあえずでも現時点ですからね、うん、まあちょっとシークレットランの仕上がりとかもちゃんと見てから決めようと思いますけど、うんうんうん、やっぱ湘南バルディはいいですか？まあ、湘南バルディ展開とか恵まれそうで、まあ、ちょっと金量的にはちょっと重いかなと思うんですけど、うん、まあ、去年の3着馬でもありますし、うん、まあでも本当にね、分かんないですよ、何来るか、うん、分かんないですね、本当にじゃあもう荒れるというか、うん、まあそうですね、よくなんかあの終わった後でもなんで来たんだろうっていうレースが、いや、そうなんですよ、一つなんですね、これね、うん、そんなレベルなんですね、そう、実力もうそうだし、もうそこに金量とかもあるので、もう本当にね、もう宝くじみたいなもんすね、まあ、若干これ一攫千金狙うには、まあ、いいかもしれない、まあそうですね、あ、まあ、ただまあものすごい大荒れ中になるんじゃないんですよね、こう、まあ、そうね、うん、そうそうそう、ある程度の中で、うん、だからかなり人気薄が来てもそんなめちゃくちゃな配当はつかないっていうレースではありますけ ど、うん、なるほど、全体的に売れるんでね、では私はもうさらっと今日はもう本当に自信がありませんので、はい、あのこのまま行くと師匠にめちゃくちゃ怒られるので、うん、あのさらっと行きます、さらっとね、はい、こちらです、さすがに見えねえよ、うん、だとしたらやる意味がないこちらです、4等ボックス、まあ、これはもう師匠から習った4等ボックスをずっと貫き続けていますけれども、教えてねえとまずは3番のヒミドール、まあ、ヒミドールは
私がただシンプルに名前を知っている馬だったからと、大阪杯に出ていたっていうところで、大阪杯15着でしたけど、まあ、G1 の経験がある馬がそんなにない中では経験は豊富なのかなって思ったので、うん、そう、割とマットの予想になってますね、はい、このレース G1 経験も強いんでね、ユミドールで、8番のフォルコメンは、これはもう分かりません。なんか名前が可愛いなって思ったので、フォルコ、距離延長、ね、そう、距離延長ですね、あの 400m 延長なんですけど、あの打ち合わせの時に千葉さんがこれは距離延長は結構有利かもって言ってたので、うん、距離延長を結構選びました。すぐそういうの影響されるんで、はい、9番の湘南バルディはさっきあの、すみませんね、ジャイさんが言ってた通りで、はい、なんかこう前走も良かったっていうか、その前走っていうか、その前回の七夕賞もまあまあ良かったっていうところで、うん、なんかこう得意なのかなって、うん、七夕賞自体が、うん、きっとなんかその陣営的にも今回の七夕賞でちゃんと優勝したいなと思ってるんじゃないかなって思いました、うん、で12番はもう名前です。やっぱ七夕で流れ星を選ばないわけがない。まあ確かに、うん、まんざらでもないですね、はい、うん、そうだね。でこの子は距離短縮なんですよね。で 前走が5月なんで、まあ、割と結構ずっと走ってるのかなって、5月に2回走ってたりとかしてるんで、まあ、短縮でどうなるかってところはありますけど、やっぱ流れ星のように短縮だったら早く行ってくれるんじゃないかなっていう、あのくだらない、はい、失礼しましたって感じですね、はい、いや、まあ、でもなんか割と全然あってもおかしくない印、あの買い目にはなってますね。だといいんですけど、いや、はい、本当甘やかしすぎですよ何の成長もしないですよ、千葉さんが横にいたら流れ星ね、はい、失礼しましたって感じですね、はい、じゃあ千葉さんですけども、はい、まあ、千葉さんはいつも通りベスト5から教えていただきたいです、うん、ベスト5、はい、まあ、だいぶ被っちゃうんですけど、はい、第5位は湘南バルディです、ね、そこが5位ですか、うん、まあ、上がりがかかるローカル小回り2000がベストということで、まあ、小回りじゃなくてもいいんですけど、とにかく上がりかかってほしいまで、うん、まあまあ、あのそれなりに先行馬がいて、それなりに流れそうなんで、ちょうどいい流れになるというので、去年も3着だったんですよね、うん、今年も、まあ、まあ枠もまあまあ真ん中ぐらいで悪くないですし、展開的にも恵まれそうなので、まあまあ抑えとかなきゃいけない一頭でしょうね、うん、はい、では第4位を教えてください。はい、ロザムール、あ、誰も出てこなかったですね、名前が、うん、これ去年の2着なんですよね、うん、ちょっとね、ここのところの負け方がちょっと半端ないぐらい大負けしてて、確かに福島牝馬16着、そうそう、その前牝馬13着、うん、前走なんか4秒4負けたんですよね、はあ、もう大差の大差で負けてるんで、うん、まあその辺ちょっとこう牝馬でね、もう6歳なんで、ちょっとねレース人間の集中力なくなってきてるのかなと思わないでもないんですけど、距離延長ですね、うん、まあ去年の2着で、うん、これ内枠で去年もね、あの1枠2番だったんですよ。あ、今回も1枠2番、はい、結局同じ枠に1年ぶりに入って、うん、同じコース走るんで、感覚はある、まあ、うん、あると思うんですよね、うん、でそうなった時に、まあ、先行しちゃえば、逃げるなり先行しちゃえば、まあまあ去年ぐらい走れても不思議じゃないし、多分去年も人気なかったんですけど、今年もそんなに人気ないの でも確かに4秒で6秒って結構、ね、うん、いや、もうだいぶやばいです。俺でも多分それぐらいで走るジャイさんが走っても4秒ぐらいだったら最高に面白いじゃあもう ロザムールってことですよね。ロザ、僕ロザムール事実上ロザムールですね、はい、そんなロザムールが4位、はいはい、まあ、期待も込めてっていうところもあるんですか。そうですね、うん、そう、まあ、この辺は、まあ、でも内枠の先行で昨年2着馬で人気がないってなれば、まあ、抑えてもいいんじゃないかなと思うんですけどね。では第3位は、はい、これね、これは全く人気ないと思います。マウントゴールドですね。マウントゴールドね、でも名前は素敵だと思いましたよ。これが唯一切る、唯一切る、ジャイさんも唯一切るぐらいの9歳馬なんですよ。あ、そうだ、おじいちゃんだしですもんね。そう、9歳馬で、あの長野武蔵くんが乗るんですよね、うん、なんか昭和感がありますよね、武蔵くんが乗ると。名前もでもいい名前ですよ、ね、いや、もう、ゴールドでマウント取るってことですもんね。まあそうですね、まあ、お父さんとお母さんの名前の、組み合わせですね。マウントコブラとステイゴールド、はい、まあ、ステイゴールドで、うん、ステイゴールドって夏強い馬が多いんですよね。でこの馬自身も多分夏向きの馬で、去年もね、去年ちなみに僕この馬から買ってたんですけど、花咲4着っていうね、あ、惜しかった、もう惜しかった。で今年 もう絶対人気ない
最低とは言わないですけど最低に近いぐらいだと思うんで、まあ、9歳ですしね、うん、確かに抑えておいた方がいいかもしれないです、ね、これで5来たら嫌ですもんね確かに5以外って言ってね、ちょっとね、ちょっと7歳8歳がいない中でのそうそう、ね、1頭飛び抜けて、ただまあもうローカルでもう年齢はもう気にしない方がいいかなという最近の傾向からね、なるほど、ね、まあ異形厩舎が9歳まで打てるんやからそれなりになんかあるんやろうっていうのもあります、うんうん、まあ、確かに経験はものを言うっていうのはありますからね、9歳やっぱ経験は誰よりも豊富ですから、ね、まあそうですね、まあ、うん、もちろんあのオーナーの意向とかねそういうのがあるんで、うん、まあ元気あの王子と変わらないぐらい強いかと言われると、まあ力はそれはやっぱ落ちるんですけど、さあ、うん、なんとかしちゃうぐらいのものはなくはないかな、まあ、去年がねほんま惜しい4着だったんで、ほんとなんていうんですかね、こう僕もちょっと悶絶するあーみたいなそう、あーっていうかね、あーっていうあれだ、あの競馬場であの馬券バーンって捨てちゃうぐらいの感じ切って、いや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 、そんなことしないです、ないですか、ね、そのもうあの何でもそうですけど、こう供養しないとね、そうですね、はい、丁寧に捨てます、巻きでね、まあ、捨てるんですけど捨てるんかい、はい、では今ね、3番目でしたね、3番目まで来ましたけど、はい、これで2番目もこれも多分人気ないと思うんですけど、ね、エヴァーガーデン、あ、エヴァーガーデン4番の、はい、はい、いやじゃあなんで買うのって言われた時に、まあもう本当展開1本なんですけど、これね、ロザムールとか、うん、まあ、シークレットランもそうだし、内枠にねちょっとある程度行く馬がいて、先行馬が多い、ね、はい、前に行く馬がいて、うん、なんかもう絶好陰先行みたいな感じになりそうなのがこの馬なんですよね、エヴァーガーデン。そっか、陰でやっぱ内枠で先行するのはやっぱジャイさん有利なんです。まあ、まあまあそれはそうですよね、うん、まあ、レースにもよるんですけど、今先週の馬場見ると先週の流れ見ると、まあ、基本的には前行った馬が有利で、なおかつ、ポジションも内枠 で前に馬を置ける 2番手ぐらいの馬が一番有利なんですけど、じゃあこと今回はその先行馬が勝ちやすい、その先行馬が行った後にさせるような実力の馬はあまりいないってことなんですか。それは、まあ、もちろんヒートオンビートあたりがね、うん、その能力的には、まあ、1枚抜けてるとは思うんですけど、その馬が差しに回っても全然届かない、全くいいとこないっていう可能性もあるレースですよね。結局うちで先行してで外で追い込んでくるから、はい、もう距離ロスもあれだし、もうてあのババもまだ高速ババなんで、うん、結構やっぱ届かないパターンが多いと思う。なるほど、まあ、個人的にはもうヒートオンビートはもう消そうかなと思ってるぐらいで、消しの先場まあそうですね、あの、うん、某ほのかちゃんじゃないですね、はい、女神じゃなくてね、これでも1倍台ぐらいになりますかね、はい、まあ、1倍台まではいかないと思うんですけど、でもまあその一番人気は間違いないんですけど、こうなんていうんですかね、1年間でこうね一番人気をもうはっきり嫌って買ってもいいレースなんじゃないかという、今回に関してはね、もともと七夕賞って一番人気がずっと負けてて、割と最近なんかようやく一番人気が勝って、それが何年前でしたかね、2017年のゼービントでなんかもう何十年かぶりに一番人気が勝ちましたみたいなレースなんですよね。でヒートオンビートってもうこれここだとね、もう天皇賞4着ってもう明確に格上なんで、うん、どうしても人気しちゃうんですけど、天皇賞4着しかもさ、あのトップハンドじゃないんですよね、この馬ね、57で出られるんで、そうこれあれですよ、サッカーでいうと J2 の試合に鹿島アントラーズ1人いるみたいな感じですよ、多分。まあまあそれぐらい、そういやでもそれぐらいちょっとうん、ちょっとまあ格的には上ですね、まあ、まあですただあのやっぱ能力とか格が上でもその走る馬場の適性とかで、まあ、競馬って結果が変わるんで、うん、ヒートオンビートがじゃあ七夕賞がぴったりかって言われると多分違うと思うんでね。なるほど、うん、生実家だからそういう大きなレースで活躍してる馬だからこそこういう舞台にはあんまり合ってないんじゃないかっていう気もしますけどね。ってなるとですよ、今ヒートオンビート消してます、1位は何なんですか。はい、で、今エヴァーガーデン行って一番1位がフォルコメン。フォルコメン、はい、私と一緒じゃない。いやいやいや、だから押したんじゃないですか僕も。ほらフォルコメン、はい、フォルコメンです。いやこれね、あのマイルからの延長なんですけど、うん、このレース自体がちょっと流れが忙しくなりがちなので、延長組が成績いいっていうかね、短縮組が良くないんですよね成績が。それはどうしてですか。馬力的にはだって短縮のがあるわけです。あのね、もう小回りの2戦で、短縮前走距離が長いと、馬も置かれることが多いんですよ。
で置かれちゃうと巻き返しが効きにくいコースなんで、うん、ババとかがね、じゃあもう最初スピード出る、まあ、あのなんですコース的に最初スピード出やすいんで、じゃあスプリンターの方が得意なレース、まあスプリンターだとちょっと短すぎますけどマイラーぐらいね、うん、はい、そうそう、マイル1008ぐらいを使ってた馬が、ちょっと押していくぐらいでちょうどいいレースになりがちなんですよね。メートルとかが得意な馬の方がいいってこと。そうですね、まあ、もちろん2000でも全然いいんですけど、ただこう2500とか走ってた馬が置かれ能力あるのに置かれて、そのままあのちょっとあんまりそういう馬はね道中で忙したくないし、そんな癖つけたくないことが多いんですよね、うんうん、で直線勝負に、まあ、徹した結果4着みたいなことが多いレースなんで、今年なんかはヒートオンビーとかそれのそのまあそういう感性にはまりそうなイメージは正直ありますね。あ、悪い方のハマり、そうですね、悪い方の、まあ、年穴にはまりそうな、まあ、それもそんなん関係なしにぶっちぎる可能性ももちろんあるんですけど、能力的に、うん、確かにヒートオンビートは天皇賞 3200m ですからね、でここで4着ですからね、確かにそうですね、みんな言ったら前戦力から来てる馬も多いんで、ちょっと言ったらでまして小回りの2戦なんで若干急ぎ気味にこうガーッと行くわけですよ最初。とか後からこうじわじわと速くなるパターンと、最初からもう全速力でビュンで、そうです。でヒートンビートなんかはもう元々そんなちゃんと折り合う競馬を教えてきてる馬なんで、うん、そんなにね本来なら2400とかだったらどっちかというと先行するようなタイプなんですけど、うん、まず先行することないですよこのメンバーで、うん、でも乗るのが池添さんって考えるとやっぱ上手じゃないですか。あ、もちろんだから池添ジョッキーも、うん、あの例えばこのレースだけを勝てばいいんだったら押していけば勝てなくはないんだと思うんですけど、うん、言ってももっと長いスパンで見なきゃいけない馬なんで、うん、秋に向けて例えばどうするかって考えたときにまた天皇賞出るってことが、うん、まあ、ただまあそのヒートオンビートもね、あのこのまこう獲得賞金が低くてなかなか出たいレース出られないからここに出てきてるんですよ。ここで取りたいできれば勝って賞金上積みしたいんですけど、そういうのあるんですね、宝塚みたいな感じなんですね、うん、やっぱり他でまあ抜けてはいるからね、力的に、うん、力的に抜けてるから、うん、だから鹿島アントラーズが少年野球チームと戦うみたいな、まあ、そしたらもう絶対勝つと思いきや、でもすごいその少年野球チームに苦手な人がいたら分かんない。いや、そうなんですよ、ボールがなんかあのほらこう、うん、キュンキュン曲がるようなあの、うん、おもちゃのボールだったりするんで、あ、なるほどなるほど、なんか必ずしもという感じなんですよね。そっか、それは確かに、まあ、その辺はだから、まあ、ただその見方によってはヒートオンビートみたいな馬がこのローカルの重賞に出てくるってことはもう頭鉄板だからここからっていうのも当然見方としてはありですけども、でもそうやって聞くとめちゃくちゃ予想難しいですね。なんか聞いて改めて思いましたよこれ。だってヒートオンビートじゃんって最初普通に思いますもんね。だからこの、うん、こういうレースはでこんなはっきりともう、まあ、1倍台にはならないと思いますけど、まあ、でも2倍そこそこの一番人気があるいるような馬のレースいるようなレースは、まあ、それをどうするかを、まあ、かよく考えないといけないですよね。中途半端に買うのが一番良くないと思うんで、こっから買うんだったらもうある程度絞らなきゃいけないし、で逆にヒートオンビートも買わないって決めちゃえばある程度手広くいってもいいですから。ではここまでいろいろとベスト5で教えていただいた千葉さんの予想は、はい、こちらですね、はい、フォルコメン、フォルコメンを軸、はい、ジャグリーン、まあもうなんかなんていうかね、勝ちそうな馬をヒートオンビートのけちゃうとフォルコメンかなっていうとこですね。で相手はもうなんかね来そうな、ロザムール、エバーガーデン、マウントゴールド、うん、湘南バルディ、うん、アンティシペイト、でトーラスジェミニ、バンケドミニコ、まあ、入ってない馬で怖い馬もいるんですけどもキリがないんで、まあ、42点ぐらいで攻めて、で3着は流しってことですか。いや、これ2、3着ですね、この相手が。なるほど、なるほど、はい、1着が8で相手2、3着で42点なんか当たんねえかなっていう、一番高め来たらまあまあいいとこつく、確かに。まずフォルコメンはそんな人気しそうなんですかね。2番人気だと思いますけどね、はい、え、あ、3番人気かな、そんなレベルなんですね。ヒートオンビート、アンティシペートは、あ、アンティシペートが2番人気ですかね。じゃあ3番、3番人気くらいじゃないですかね。さすがに3番人気くらいじゃないですか。他よりプリマビスタとかアエヒトよりはフォルコメンの方が売れるような気がするんですけどね。さあ、ということで我々の予想、はい、当たるかどうかはあなた次第ですが、あなた次第ですね、はい、買うかどうかがね、お馬さん次第ではない、お馬さん次第ですが、あの予想、まあ、まあ買い方次第、はい、皆さんの買い方次第ですが、買い方次第ですね、全部突っ込まれてなんかよく分からなくなりましたがあのぜひ皆さんの七夕賞チャレンジしてみてください
ということで続いてのコーナーに参ります、はい、七夕賞に関係する話題を今日は教えていただきます。競馬に恋した君を沼に沈める一丁目はい、こちらのコーナーは競馬初心者の私三谷が競馬記者の千葉さん、そして師匠のジャイさんからですね、競馬の面白さを学んで競馬の沼に沈んでいこうというコーナーでございます、うん、はい、今回はどんなテーマですか。まあね、前走の見方っていうふうに。前走の見方、うん、はい、てかまあこの七夕賞って前走、まあ普通ね、普通馬券買う時ってかこう新聞見た時に、まあ人気になるのって大体前走2着とか、うん、まあ、前走勝ち馬とか、まあ、G1 とかだとね、前走勝ってる馬が人気になるし、まあ、条件級だと前走2着の馬が人気になるもんじゃないですか。まあ、そのイメージありますよ。ありますし、実際その方が勝率高いんですけども、うん、この例えばこの七夕賞というレースは前走の着順がほぼ関係ない。それは何でですか。ね、多分ここに来る前ってまあ、福島の前の開催って東京だったりするんですけど、うん、東京で飼ってる馬とかが福島に来るとその要はあまりにも適性が違うので、コース形態が違いすぎて、東京での勝利があんまりここでの役に立たないっていう、うん、で、まあ、あと春の福島と夏の福島だとまたこれまた馬場の芝の感じが違ったりして、春の福島で飼ってる、まあ、ここ今回だったら福島民放杯のアンティシペイトなんですけど、そうですね、その福島で勝ってることがそんなにアドバンテージにならない。でなんで、まあ、前走って 今もう特にそうなんですけども、昔はね、もう言ったら僕が競馬始めた頃、昭和の時代だとね、要は前走2着の、まあ、条件級だと前走2着の馬買っとけばいいやぐらいの感じの売れ方してたんですよね。ただね、最近はもうなんか何がどうなってこういう人気になってるのか分かんないってことも増えて、うん、まあ、はい、馬自体が可愛いとかで人気もあったりしますもんね。ああ、全く能力と関係ないところでね、うんうん、単勝が売れたりはしますけどね。前走関係ない。メロディレーンとかね。ジャイさんはどうです？前走は参考にしますか？ああ、あんまり参考にしないですね。そうこういうふうに、だからこういう方が増えてるんですよ ね、うん、そうですね。結局前走とか前々走ってみんなが見るところじゃないですか。まあそうです。みんなが見るところを見ても要は新しい答えが出てこないですよ。師匠はそうでした、うんうん、いやこれ今まさにもうこれは、ね、聞いた私が悪かった。いやいや、今のが一番大事なところで、前走とか前々走ってこうデータとしてすごく最新なので、うん、まあ、でそこで基本的には人気が決まる。で昔はそれで完全に決まってたんですけど、今はそのジャイさんみたいなこう詳しくちゃんと掘る人がね、うん、結構増えてましてね、余計ややこしくなってるっていうところがありますよね。だから前走はもちろん真珠べしなんですよ、うん、だから前走で2着来てる馬が例えば1勝クラスとか2勝クラスだったら前走2着の馬が基本的には一番勝率高いんですよね、うん、でもそれはあくまでそれ基本で、うん、それ以外の結論をどういうふうに設けるかっていうので信じすぎてもダメっていうのが前走の大事なところなんですよね、はい、ということで今回はですね、七夕賞のスポニチを参考にしまして、うん、まあ、前走を見ていきたいんですけど、こちらです。はいはい、スポニチね、うん、これ まだ枠順決定前の箱を持ってきてもらったんですけど、例えばね、こう、まあ、それこそこれは前走1着と2着が、まあ、それぞれ1頭ずつしかいなくて、うん、ね、アンティシペイト、はい、これ、福島民放杯、1着っていうのが一番アンティシペイトね、2000m だから同じ条件ですよね、うん、そうで、ただねこれ例えば2分000っていう風な時計になってますよね、うん、そうするとねこの持ち時計って あんまり当てにならないんですよね。そのなんでですか。なんていうかこのね、七夕賞とかだともっと早い時計が出ちゃう、うん、これあくまで春の福島の周りの福島民放杯の馬場状態で2分00が出たんですけど、もっとね、なんか七夕賞の場合両馬場だと馬場まだそんなに使い込んでないんで、もう1分57秒ぐらいが、57秒まで出ないか、1分58秒ぐらい持ってないとちょっと話にならない感じはありますよね。まあその情報としてすごく大事なんですけど、まあ、なんかね信じすぎてもダメっていう。で例えばこう、モズ流れ星が前走目黒記念16着、はい、
まあ、これ明らかに長いんですよ、距離。流れぼくんですよ、私。流れぼくん、目黒記念は、はい、あのまあ、こういろいろなチャレンジの中でね、使ったんですけど、多分ダメだろうなと思って実際ダメだった。またね、延長が合わなかったってこと、ね。まあそうですね、2500ははっきり長いですね。なんで16着つっても気にする必要はなくて、しかもね、それ16着なんですけど0秒8しか負けてなくて。いや、思いました、これ結構いいとこで。そうなんですよ、あの同じ中で、同じまあ大敗でもこれあの同じ16着にちょっと、左手に行くとロザムールの福島ヒンバイスの16着があるんですけど、はい、4秒4差で負けてますね。そう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 、これに比べるとずいぶん内容が良くてですね、確かに、そんなに要はもうちょっと バテながらが頑張った16着なんで、それなりに値、まあ、打ちを感じても大丈夫という。すごい、そうやって見るといいんですね。そうですね、ただ順位だけを見るんじゃなくて、じゃあ16位だけど何秒で負けてたかを見ることによって、そうそう、実際ね、あの着順より、ね、着差で見た方がいいことって多くて、あの、まあ、僕個人は1秒以内か 1秒より、まあ、1秒以内か1秒より多く負けてるかで、それの勝ち判断みたいなのは、確かにそうやって見るとヒートオンビートだって天皇賞1秒8差で負けてるから、4着で1秒8差だと結構やっぱそのどれだけタイトルホルダーがすごかったかが分かります。まあそうですね、ちょっと天皇賞はまあ着差がつきやすいようなレース内容でしたけども、まあそれにしてもまあ同じ4着、例えばこうバンケドミンゴ関門橋 S4 着なんですけど0秒9差なんですよね。それやったら、まあ、モズ流れ星の方がその着差としてはちっちゃいわけで、ヤマニンデンファレ、はい、ヤマニンデンファレなんて0秒1差ですよ、もうほぼ差はない状態で、まあ、そうそうそう、うん、ただまあこれスピカーステークスは3勝クラスなんで1個下のクラスなんでね。なるほど、ただあのレース展開によってはやめてしまうパターン、やめてしまうパターンありますね。要はもうこれ以上追っても無駄だからって追うのをやめると、その分やっぱあの着差はつきますよね。でもその分疲労は少なくて次に行けるっていうパターンもあります。それって競馬ではありなんですか、やめると？ね、まあ、あの条件級でやるとね、あの負けすぎるとタイムオーバーって言って、ちょっと出走停止期間とか設けられるんですけど、そうですよね、G1 とかはないので、それが、はい、まあ、もう無理だと思ったら疲労を残さないという手もありますよね。その辺は、まあ、ただ、まあ、あのみんな馬券買ってくれてるんでね、その辺のこう見極めみたいなのがね、まあちゃんとしてるとは思ってもらって構わないですね。例えばだからフリーがあって前が詰まったりして、あの後方に下げられちゃった時とかはもう無理だって思ったら、例えばもう そのまま追わないとか、うんうん、ありますね、パターンもありますし、でそれがね、どのレースかっていうのは自分で見極めなきゃいけない、うん、だからフリーとかね、書いてあるパターンも、うん、ありますね、出遅れとか、はい、あとは意外とその人気というのも大事で、例えば前走2桁着順で負けてるんだけど、うん、一番人気だったとか、あ、そうなるともう敗因がどうだったのかなみたいな、なるほどなるほど、うん、そっか、前走の人気も見ておかないと。そうですね、前走人気、例えばそれで15着だったけど前走一番人気だったら、はい、そのまあこいつダメだったなで諦める人もいれば、うん、逆に15着だけ、うん、だけど今回はやってくれるでめちゃくちゃ人気になる。そうそう、あの人気は落ちて、あの買い時になる可能性もあるし、それはまして不利とかあれば余計にそうなるわけですよね、うん、なので、まあ、前走情報が詰まってて、それをね、あの、まあ、競馬ファンって大体まあレース見るじゃないですか、はい、まあ、熱心な競馬ファンでレース見てて、あ、この馬不利あったなとかなんとか、まあ、それはまあこうアプリとかにメモする人もいるんですけど、まあ、しない人でもこうやって馬中っていうんですけど、この馬柱を見て、このなな何のレースで何着だった時っていうのをこうなで通過順とか見て、ああこうだったこうだったみたいなのを思い出しながら予想するというのが一つのパターンではありますね。あ、すごい、まあ、まあ僕とかはね、もう最近ちょっと記憶力だいぶちょっと怪しくなってきたんで、見る、ただね、今はでもこう、これどうだったかなって言った時にこう、ね、見返すような、うん、あーね、ツールがいろいろあるので、世の中便利になったなと思いながら予想して、うん、便利になったからといって、じゃあこう的中率とか回収率が上がったかというとそうでもないところがまた難しいところなんですけど、はい、まあ、なるべくあのあれですね、いろいろと考えながらやる方が、まあ予想自体は面白いんでね、そうしてみてくださいという、前走一つ取っても、いろんな見方がありますし、あと、まあ、さっきジャイさん言ってましたけど、それでもみんなが知ってることが多いっていうのが前走の、まあ、ここに出ちゃってますからね、だから
ここに出てないことを重視するというのも一つの予想パターンとして大事なんで、前走も信じるべし信じるべからずみたいなところはありますね。ジャイさんはだって言ってたもん、言ってましたもんね、これだけじゃなくてその本当に走ってるところを見たりとかして、ああそっちの方がいいって、ね、言ってましたからね、はい、確かに。じゃあ まずはこの馬柱を見てなんとなく気になる馬を見つけたら、ジャイさん、まあ、師匠流にその馬が走ってる姿を見てどうするかっていうのを判断するのが一番うまい。まあまあもちろん まあ、それは前そういう方法もあるんで、まあ、自分に合った言ったらね、全員が全員パドック見て返し馬見てレース全部一から見てっていうほど暇じゃないんですよ。競馬ファンもね、その自分の忙しさとかに他の、ね、趣味とかに合わせて、競馬に取る時間決まってて、その中でこう一番効率的な方法をねみんな編み出してるんです大体。実は私この間、日曜日に東京ドームに巨人戦見に行ったんですけど、はいはいはい、斜め前の人めちゃくちゃ馬券買ってました。東京ドームで。東京ドームで。東京ドームで。本当に競馬の出走始まる5分前くらいに突然なんかそわそわし始めて、何するんだろうと思ったら上からすぐ見えたんですけど、めちゃくちゃ吟味して馬券選んでて、本当に終了5分前ぐらいのタイミングで買い終えてました。あ、で野球見ながら競馬。野球見ながら競馬の結果を気にしてました。デーゲーム。デーゲームじゃなくて、ね、デーゲームでした。デーゲーム。だからちょうどその時間とかに行って、はいはい、今日はきっと競馬じゃなくて野球選んだ。野球選んで。忙しい人だなって思って、はいはい。そう。いやそうそう。で私も上から言いたくなっちゃいましたもん。その予想した一緒に予想させてもらった、馬券とか競馬のレースだったんで、うん、いや違うって言いたくなった。もっと。どの口が言ってる。千葉さんはもっとこう言っていた。はいはいはい。はい、結果見てほらなってなってました、はいはいはい、ほらなってもう、ね、ああ CBC 賞あたりかもしれないですね。なんかその隣の人になんか、はいはい、負けたわ今日もみたいな、言えばよかったな千葉さんの予想をって思ってました。はい、それくだらない話してすみませんということで千葉さん今日もありがとうございました、はい、さあということであっという間にエンディングの時間となりましたが、ジャイさん今回はいかがでしたでしょうか。なんか相変わらずポンコツぶりがただなんかもうもはや可愛くなってきたこれがでしょ、うん、ですよ。そうなんですよ。もうなんか成長しないでほしい。やだ成長したいですよ。でもちゃんと今日も前走の見方習ったんで。だって今まで名前しか見てなかったもん、はい、友達にちょっと自慢しようと思います。はいはいはい、こうやってね、馬券なんてなんていうんですかね、こう100打数1安打のその1安打がものすごい勝ったらそれでいいんで、うん、大丈夫ですよ。最近私友達にその競馬を布教したんですよ。おうで、なんか川崎競馬にその子が行ってみるって言って、うん、いいじゃんって言って、で絶対その新聞を買って新聞を読んだ方がいいよって、うん、まあ無駄に言ったんですよ私、うん、でスポニチを買ったんですよ。 ありがとうございます。でその私、まあ、ルイは友を呼ぶんですよ。それまたその友達はですね、わざわざロフトで赤ペンを買って耳にこうやってかけて、まずスタイルから入るんだね。丸をつけて、でどうやって選んだのって、そのせっかく新聞買ったのに名前で選んでます、うん、意味がないよ。いやいやいや新聞でも名前にちゃんと丸してこれ買うみたいなやつで写真それ送ってくれたんですけど、はい、なんでこれにしたのって言ったら、好きなアイドルが歌ってる歌の名前と一緒だからって言ってました。ありがちですね。でもね勝ってたんですよ。まあそれで勝つことがあるのが競馬ですから。そうですでそれで私はでかい声でビギナーズラックだよって言ってくれました。どの口がいやこれ楽しいでしょ先輩面。いや楽しいですよ。だから今度その子に私はこの前走の見方をドヤ顔で教えてあげようと、はい、いやそうなんです。このね競馬の楽しさって基本的にこう人に教える、まあその先輩面の楽しさではありますよね、はい、そんな楽しいわけ一番嫌なやつですよこんな自分も名前で選んでいるにもかかわらず、そうそうちょっとでもこそうなん、ちょっとかじったぐらいが一番教えたくなるんです。そうなんですよ、うん、そうなんですよ。それ沼にハマっていければいいなって逆に、はい、まあ、もう半分もなんかだいぶもう私某フジテレビの番組とか見ちゃってるぐらいなんで、まあ、だいぶ沼にハマってきてるんですけど、人に教えることによってよりなんかこうつぶれるかなっていう。はいはいはい、はい、あでも人に教えることによって自分が覚えるっていうのはあると思う。いやそれは確かにありますね、うん、そうですよね、はい、じゃないですか、ね、こんなに教えてもらってる身が何を言うんだって話ですけどということでジャイさん最後に何かお知らせがあれば教えてください。はい、ジャイチューブという、まあ、YouTube やってますので、毎週土曜生配信とかいろいろやってますので、はい、ぜひご覧ください。ご覧ください。はい、そして今回千葉さんが予想しました七夕賞のレース展開や買い目情報などについてはロガールブログでも公開をしています。ぜひそちらもチェックしてください。さあそして来週は函館記念を予想したいと思います。ジャイさんも来週もよろしくお願いします、はい、お願いします。
ということで、お二人とも今日はありがとうございました。それでは皆さん、良い週末をお過ごしください。さようなら。